毛穴パックで角栓を取ってオロナインを塗ったら、翌朝には毛穴が閉じていた、間違いなく。はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条もたるです。今日のお題は視聴者の質問に答えますということで、何回かやってるんですけれども、肌の再生医療だけに関わらずですね、美容全般のこと、それから健康のこと、何でも答えていこうかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと、いくつか私の方でピックアップしてきたので、はい、それに対して、ご回答いただけたらなというふうに思います。はい、了解です。はい、まず一つ目ですね、はい、肌の曲がり角っていう動画のを出させていただいた時の、ご質問で、変形とともにガクッと落ちることはないでしょうか。いや、やっぱりホルモンバランスが崩れると体調もやっぱり肌の調子もガクッと変わるっていうのはあるとは思いますよね。閉経とともにですね、女性の場合にはホルモンバランスが一気に崩れるっていうのは もちろん医学の常識というか、医学じゃなくてもみんなの常識ですので、やっぱりそれとともに体の変化というのはあるのかな。例えば肝斑みたいなものっていうのはやっぱり閉経とともにスッと消えていったりということはよく知られていますので、悪いことばかりではないし、人それぞれ誰もが通る道ですので、それを前向きに捉えて、閉経でガクッと落ちるっていうその言葉って、落ちるという言葉を使うと何か悪い方向に落ちていくみたいな雰囲気があって、閉経そのものって誰にも起こること、それから悪いことばかりでもないですので、閉経とともにガクッと変化するとか、そういうような表現にした方がいいのかな。落ちるとか悪くなるとかっていうと、そういうふうになっちゃいますので、言霊には注意しましょう。はい。ありがとうございます。では、二つ目、はい、スキンケア成分は角質までしか入っていかないとよく耳にするのですが、湿布など成分が経皮吸収される医薬品あります。もちろん。はい。本当に角質までしか届かないのか疑問です。本日はどのようにお考えでしょうか。経皮吸収の湿布とかですね、それから喘息の薬とか、心筋梗塞の薬とか、いろいろな経皮吸収される物質というものがあります。そういうような物質は経皮吸収されるように加工されているんですね。ただその化粧品というのは経皮吸収されると薬理作用とかですね、生体に何らかの干渉を及ぼすので、経皮吸収されないようにできています。わかりやすく言うとですね、喉乾いたといって水を手に塗って喉の渇きは言えない、これは経皮的に水は吸収されないですね。それから皮膚呼吸というわけわからない言葉があるんですけれども、皮膚呼吸なんてないですので、皮膚でその CO2 と酸素の換気なんて行っていない。それから基本的には角質までにしか届かないというのは原則になります。ただこれ何かの物理的な刺激とか時間を長時間当てていると、やっぱり角質までにしか届かないと言われている化粧品も角質を通り抜けていって基底層、それから真皮の方に行くことは十分考えられます。角質まで届くか届かないかといえば、やり方によっては化粧品でも角質を超えて基底層、真皮には届くと思いますけども、届かせてどうすんのっていう話になります。届かせるのであれば素直にメディカルにアクセスしてくださいということになります。もしその化粧品の成分で、角質を通り越えて基底層とか真皮に行って生体にとっていい反応が出てくるんだったら、多分メディカルでそれを注射でぶち込んでます。そういうことがないというのは、角質を通り越して基底層まで行ってしまうと反対の作用、好ましくない作用、いわゆる副作用というものが強く出てきてしまうんですよね。だからむしろ逆に角質までしか入っていかないように設計してあるのが化粧品です。では次行きたいと思います。はい、20代でエステで美白と全身脱毛をした知り合いが真っ白になるまで日焼け止めを塗っています。ちょっとでも紫外線に当たるとまずいそうです。そんなことってあるんでしょうか。過ぎたるは及ばざるがごとしという言葉、昔のことわざ、どこのことわざか分かんないんですけれども、紫外線って確かにダメなんですね、当たったら。でもちょっとでも当たるのはダメかというと、そんなことはないです。それよりも紫外線に全く当たらない、それから全くアウトドアで体を動かさない方が、トータルに見てやっぱりダメなことの方が多いので、その辺は履き違えないようにしてください。例えばですね、コレステロール、善玉コレステロール、悪玉コレステロールがある、それは皆さん知ってると思います。悪玉コレステロールって本当に駆逐したらどうなるかというと、多分人は死にます。
紫外線は悪いものだから、だからもう一切浴びないっていうのは、これ極端な発想ですので、これはやめた方がいいのかなと思います。そのもちろん状況にもよるとは思うんですけど、もしこの方がこう日光アレルギーとかだったら、あ、そうですね、確かにそうかもしれない。そうですね、天包装みたいなものだったらね、はい、あの当たるとまずい、紫外線に当たると水泡ができちゃうみたいな病気もありますので、はい、それはもう紫外線はまずいんですけども、普通の、正常な生理の入っているの範囲に入っている皮膚を持っている人だったら、紫外線当たるとまずいなんてことはないです。ただ浴びすぎはまずいですよね。カロリーも多く取ったらまずいですけど、カロリーを取らなかったら人は餓死しちゃいますのでね。その辺はやっぱりコントロールしながら楽しく紫外線と付き合っていきましょう、はいはい、ではラストいきたいと思います、はい。毛穴パックとかピンセットで角栓を取った後にオロナインですね、うん、を塗ったら翌朝には毛穴が閉じてました。ああ、そうなんですか、はい、毛穴閉じたからいい行為と思っていたのですが、良くないです。良くないと思いますよね。あの毛穴パックとかピンセットで角質って角栓を抜いたんですよね、はい、そこにオロナインを塗り込めて壁を穴を閉じ込めた、それだったら自分の自前の角栓で蓋をしておいた方がずっといいと思いますね。翌朝には毛穴が閉じていましたって状態って、これでどういう状態なんですか？わかんないんですけど、多分角栓の代わりにオロナインが角栓になっていたっていうだけのような気がしますけどね。じゃあ閉じていたんじゃなくて目立てなくなっ なっていただと思いますね、っていうような感じなんですかね、はいはい、ピーリングって終わった後ってやっぱりツルツルでもちもちになって、その場まあ10分とか20分とか長くて1日ぐらいはもちもち感はあるんですけども、肌のダメージは確実に負ってます。ですので赤ちゃん肌みたいになった、じゃあ赤ちゃん肌がいいのかっていうことは何回も言うんですけど、赤ちゃん肌って最悪の肌の状態ですので、何か外的な刺激、物理的な刺激に非常に反応して炎症すぐ起こしてしまうようなもの、角質が非常に薄いもの、皮脂腺の発達が弱いもの、まあ、そういうような状態っていうのはなんとなく赤ちゃんの肌に似てていいような気がするんですけども、一時的にはいいんですけども、長期的に見たら良くない。この毛穴パックで角栓を取ってオロナインを塗ったら翌朝には毛穴が閉じていた、まあ、このぐらいのスパンだったらいいんでしょうけども、これを1ヶ月1年続けていったら間違いなく毛穴が開いて大変なことになると思いますので、短期的にはいいですけど長期的にはダメだという、まあ、こういうようなスパンで考えるということも大事なんじゃないかなと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、まあ、ライトに、視聴者さんの、単純な疑問について答えるという動画を、回しました。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。